はい、コナンです。マリオカートアーケードグランプリデラックスの実況プレイ、いよいよ全国対戦モード全国制覇期待と思います。まずキャラクター、まず自分の分身の顔を選びます。まあこんな感じのね、イケメンキャラでいきたいと思います。今回はまず最初なんで九州沖縄ブロック、沖縄からね制覇していきたいと思います。全国都道府県50箇所制覇です。コースはそうですね、このピーチキャッスルにしました。どうなんだろう。対戦者が決まりました。使うアイテムは緑コーラ、バナナ、それからお邪魔フレーム、定番ですね。今回はドリフトブーストを積極的に使ってぶっちぎっていきたいと思います。ジャンプドリフト、この辺のねテクニックも使っていきたい。まずはこの辺の基本テクニックは使っていきたい。さあロケットスタート決まるか。あ、ちょっとスタートはミスりましたけども、まあ4番手まだいい感じだと思います。マリオカートはね後ろから追い上げていった方がいいアイテムが出るので、まあ前半戦はね、まあ様子見ながらいきたいと思います。ここら辺はミスがない、いい感じだ。結構これが初めてのコースなんでね、ちょっと1周目はちょっといろいろトラブルかもしれないね。コインも順調に取った。アイテムは何が出るか。現在3位、おバナナで後ろのカートを抑える。キャラクターはね今回ドンちゃんを選んでいます。マシンはねメタルスパークですね。結構このコースでは操りやすい。お、現在2位、いい感じですね。お、1位、このままぶっちぎれるか。まだまだ何が起こるかわからない。いよいよファイナルラップ2周目です。お、アイテムは何が出るか。パジャマフレームうまく使っていきたい。あー、後ろから来た。接戦だな。結構もう団子状態ですね。1回のミスが命取り。なんとかねこの沖縄のエリアはね抑えていきたい。お、現在1位、なんとかぶっちぎれるか。あー、まだゴールまでは結構距離がある。もういけるか。今回はねコーナリングはねなるべくミスがないようにねちょっと抑えめでいっています。だいぶね前回まで の練習でねこの辺はねだいぶ感覚がつかめてきました。このゲームセンターバージョンはねちょっとハンドルとペダルでねコントロールするんで、ちょっとその辺のね感覚がね Wii U 版と比べてちょっと違うので、ちょっと慣れるまでにね時間がかかりましたね。現在1位、このまま引き離していくか。もうすぐゴール、なんとか逃げ切るか。いけるか。いけいけ、いった。あー、フィニッシュですね。お、1位、これはいったんじゃないか。沖縄エリアは抑えたんじゃないか。なんとかね全国対戦全国制覇までいけるかな。お、沖縄エリア制覇と出ました。やった、沖縄エリアは一発でクリアですね。ちょっと9の方がねまだ10球をレベルアップしました。99アドバイスが出ましたね。あ、コインも取りました。なんとかいけるな、このままいけば。今年のね夏の間にはねなんとか全国50都道府県を制覇して、まあ、1位にね輝きたいと思っています。お、称号も手に入れました。まあ、この辺は、まあ、まだ変更しなくてもいいかな。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。